では新たな ITS の実現に地図が貢献するために、地のサイクル、収集、管理、提供をテーマにサイクル、それは私たち全員が社会や人々のニーズに応えるために長年培ってきたノウハウの結晶で、収集、管理、提供の3要素から成り立っています。前輪の地のサイクルを支える調査技術、前輪では60年以上にわたって調査スタッフが日々街の今を確かめながら地図に書き留めています。この現地調査による収集活動があるからこそ、精度、鮮度の高い信頼できる地図をお届けできるのです。加えて計測車両によって全国の道路の路面ペイント、看板情報や高速道路の例情報をはじめ、道路の詳細なデータや精度の高い位置情報の計測を行うなど、常に新たな技術を取り入れながら人々のニーズに応える情報を収集しています。この収集活動によって集められた膨大な情報を管理し、お客様の細分化されたニーズに合わせ提供するため、新たなデータベース構築に向けた取り組みを行っています。それは時空間情報システムの構築です。この新たな管理の仕組みが、より価値のある情報をより早く提供することも可能にします。その特徴は、現実世界から収集した膨大な情報をありのままの地物として整備することです。これまでの住宅地図データベースや旅地図データベースを加工して提供するのではなく、地球間情報システムは地物からさまざまな利用用途に応じた地図データベースに変換し提供するため、お客様からの細分化されたニーズに対応することができます。さらに時間軸での情報管理を行うことで、刻々と移り変わる街の変化に対応します。それにより地図のどこが変わったかを把握したり、変わったところだけを提供することが可能になります。加えて情報をつなぎ合わせる、膨大な情報を管理された地物とつなぎ合わせることによって、地図を使った情報の見える化に貢献します。前輪では時空間情報システムを基盤に、お客様へ価値ある情報の提供を目指します。でここで今取り組んでいる新たな地図の用途開発、提供、 ITS の進化に貢献する地図情報サービスをご紹介しましょう。新たな地図の可動性を提案するビューマップ、その技術の一例をご覧いただいています。そして自動車の安全安心に貢献する高精度地図データベースの開発への取り組み、前輪ではドライバーへの注意喚起はもちろん、車両制御に貢献するための3次元地図情報提供に向け研究開発を行っています。 ECS インフォテインメント IVI システムの確立に貢献するソリューション、快適な移動を実現するための新たなドライバーへの情報提供も可能にします。安心快適なドアトゥードアナビゲーションの実現に貢献する屋内測位誘導に対応したマルチモーダルへの取り組みです。その他インドの詳細なカーナビゲーション向け地図、海外でのナビゲーションアプリイッツナブや、通信形態を問わないアプリいつもナビドライブ、 3D レンダリングミドルウェアワルブを展示しています。
かがでしたでしょうか。私たち前輪は世の中の変化をつぶさに捉え、あらゆる情報を収集し管理して提供する。これからの社会や ITS へ貢献するため、その取り組みをさらに進めてまいります。